いやーこれ難しい。大丈夫か俺、大丈夫ねえだろこれ、ちっとも大丈夫ない。はい、こんにちは、ピカーですけどね、このアセットコルサコンペティオネ超リアルシミュレーターの最新版ですね。すっげーリアル、やっていきたいと思います。アセットコルサ2ですね。キャリアモードの3回目ですね。プレテストがあってハードでやってくださいっていうね、診断してくれてね、その次にウェットコンディション、ちょっとバグっててなんかブロンズになったんだけど、ゴールドだねあれね、多分ね。次がね夜ですね、夜やっていきたいと思います。絵を見てやってるんだっけ、多分夜だなって。はい、じゃあね、イベントやっていきたいと思います。夜だね。いやー難しいね夜ね、真っ暗じゃんかよおい、真っ暗。この夜の走行テストでは最速のラップに基づいて評価がされますが、安定感を保って走行すること、事故やコースのカットを回避することが最も重要です。安全運転を心がけてくださいって、え、日本語になった、日本語に、ここも英語だったのに。さあやるぜ。はい、セットアップはね、1回目のねベストラップ出した時のセットを持ってきました。じゃあこれでいいね、セットはこれでいい。よし、行くぞ。 In this night driving test, you will be evaluated based on your fastest lap. But always remember that the first priority is to drive consistently. 最終テストだ。 Or cutting the track. Be safe and have fun out there. 最終テストです。夜間は悪夢と化すかもしれないから気をつけろと、そういうことみたいです。 Low tire pressure. Stay away from curbs. 縁石は避けましょう。これよくやってるよね、なんか。ニュールとかで。いやー雨、ちょっと見える？みんな見えますか？見えますか？編集の人に何とかしてもらうか。編集の人に何とかしてもらうか。大丈夫ですか？見えますか？俺が見えねえわ。すげえリアルなライト、全然違え。後ろから車来た。実はさっきちょっと雨やってたからさ、雨やりすぎて雨のなんか走行ラインになってる。うー、かっこいい後ろの車、負けないぜ。めっちゃ煽られてる、煽り運転禁止。視線視線、あのね、あ、夜のね、夜の走行の仕方はね、視線をね昼間と同じにするっていう感じ。まあ俺はそうやってやってる。お前いつ夜走ってんだっていう話があるんだけど。インに入られた。はい、じゃあちょっとねアタックしていく。いやーこれもったいねえな。見えないんだよ看板が。失礼失礼しました。はい、じゃあねやっていきます。In this night driving test, you will be evaluated based on your fastest lap. But always remember that the first priority is to drive consistently, avoid incidents, or cutting the track. Be safe and have fun out there. Low tire pressure, stay away from curbs. さあ、やっていくぞ。やっぱね、ちゃんと温めて、あのね視線が大事。この、ね、視線が大事。
に夜は本当視線が大事なんだよね。手前にどうしてもこうね、あ、ブレーキ効かない、ブレーキ効かない、温まってない、まだタイヤもブレーキも。できるだけ視線を置く、晴れてる時と、晴れてるじゃない、昼間とね同じ感じに視線を持っていかないとダメなんだけど、そしてもねヘッドライトでごまかされるんだよね。だヘッドライトが照ってる辺を見ちゃうの。そうすると運転がおかしくなる。もうだからあのね、もうイメージするんだよね。このや闇の中にコースをイメージして、昼間のイメージで走っていかないと、ああ難しい。できてねえじゃないかって。お前できてねえじゃねえか、できるかい。ここは難しいわマジで。あ、夜の練習なんか なんでしなきゃいけないんだっていうの、何目的なんだよ。誰か誘って、筑波誘って、筑波のメディア対抗出させて、出させて俺をドライバーで。さあ行くぞ、さあ一周やっていく、ガチで行くぞ。全然ダメだ、全然ダメだわ、行き過ぎたわ。なんで行き過ぎたんだろう、わからん、理由がわからん。やっぱちょっと夜だとあれかな、看板が気温、ちょっと待て、いやー難しい、夜すっげーバカかっていうぐらい難しい、バカかっていうぐらい難しい、いやバカだろこれ本当に。いや夜バカだろ本当に、意味がわかんねえ、俺無理だわやっぱ。いやーこれ難しい、大丈夫か俺、大丈夫はねえだろこれ、ちっとも大丈夫はない。あー行き過ぎてる、はあそうか夜行き過ぎるんだ、なんとなく分かってきた。よし、夜は行き過ぎるんだな、ちょっとな。だそう言いながら結構手前を見ちゃってるってことなんだな。できるかこんなの。いや難しい、めちゃくちゃ難しい。やばいなこれ、どうなってんの一体。やべえ難しい、
もう前は見えない単純にね、前が見えま、見えません。前が見えません。そうすると、ね、車がコントロールできないいや、あのね、先生、そもそもね、はい、ハンドル曲がりました、ハンドル曲がりました。ちょ、一回ピットに戻ろう。直して直った。まだ4分あるから、いけるいける。いや、そもそもさいやいやいや、よく考えてみよう。よく考えてほしいんですけど、これ作った人さ、ちょっとごめんね、時間がないからショートカットしていく。そもそもシミュレーターってさ、Gがないわけじゃん。いや、Gがなくて視界まで奪ったらさ、そもそも無理じゃね。そもそもやってること自体が無理じゃね。いや、意味あんのかこれいや、なんかそういう気にならないなるほどって思わない、みんな思わないらしいいやいや、でもなんかそもそも無理があるよな。いや、こう何がね、こう周辺視野で車の動きを感じてんのよ、この単位で特に思う。周辺視野でこのね、こう前だけの視野じゃなくて周辺視野でこうどのぐらい流れてるかっていうことを感じてるんだなって分かった。だからこのね、周りが真っ暗、この周りが真っ暗だと本当に運転できない、こう流れがコントロールできない。これは G がいるね。カーブしてればいいのか。いや、難しいね、本当にね。まあいいや、理屈は抜きとして行くか。あと2周行けるな。アタックしていきます。本当に、あ、なんか、え、ちょっと明るくなってる？やべえ、もったいねえ、巻いちゃったよ、くるって巻き込んだ。ほんまにいいか、ターン持ってかれたな。あー、ダメだな、立ち上がり重視ではできたけど。難しい、雨じゃねえ、夜難しい。ああ、最後立ち上がり失敗した。あと1周。
ファイナルラップ。さあどうなるか。やっていくぜ。いやダメだ。あんなとこではみ出たら終わりだ。いやちょっとのミスがさ、リカバーが難しいね。見えないと。ダメだ。シケミリとかめっちゃリアルじゃん。ダメだ、失敗だ。いやもっとできるはず。ブレーキングポイント見逃した。いやもうこの看板も大変だね。なんかあ 150m だなーって思って、次150来るなーって思って 100とか50がさ来ちゃった時のさ、このショックないよな。なんかゴールドだ。これ嘘だから。これ嘘だろ。これ分かんない。これなんかさ、すげえタイム出たときゴールドじゃないのにさ、なんかどうでもいいタイムだとゴールドなんだけど、これバグってる、判定がバグってる。ちょようわからんわ、もうマジでようわからん。まあね、ちょっと失敗しちゃったからね、51秒ぐらいだったら出せんじゃねえの、なんとなく。無理か。52秒台ぐらいだったらいけたかな。でも昼間だと49秒台入るんだよ。48秒台入る。いや夜本当難しいね。あとね、一つだけ言い訳すると、本当ね、年取るとマジでね夜見えない。46ぐらいまではね全然平気じゃんって。え、50の人がなんか夜見えなくなるよって言ってて、いや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 俺大丈夫だからって思ってたけど、もう本当見えなくなる。本当に見えなくなるからね夜。はい、やってきましたけどね、いかがだったでしょうかね。でいよいよね、こっからねシーズン、キャリアシーズンが始まるらしい。テストの結果ブロンズになってるけど、これなんかねちょっとバグってんだよな。バグってるんすよね。はい。でシーズンね、1シーズン目の車を選べって言われてますね。はい、じゃあね次回ねこっからやっていきたいと思います。はい、またねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。